本日はですね、西武やホークスでね活躍したね秋山浩二選手を行ってみたいと思います。秋山といえばやっぱりこれですよね。日本シリーズでね金石からホームランを打つ、これ結構ねスタンドギリギリっぽい感じしますけどね、なんかうまい野手だったら取れたのかなと思うが、まあ本番はこっからです。こっからがこのね動画のね映像のいいところなんで、ちょっとゆっくりとね見ていきますかね。なかなか決まっ、はい、来ないな。あ、来た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 。サードコーチャーに、ね、やってもいいですかってこれ言ったらしいんですよね。そしてそう、このバク宙でホームイン。この日のね解説をされていたね広岡前監督がね、まあね5人ぐらいはねバク宙できますよ、西武はねそういう練習してますからって言ってたんですよね。それ聞いてへーって思ってたんですけどもね、まあここはねこれホームランシーンもね結構いいんで、ホームランシーンをねまた見るのも面白いですね。これスローで出ますからね、スローでからのねホームランシーンですね。さあ今日はねこの秋山選手のね子供の頃高校時代からのねこう流れをね見ていきたいと思います。まずは子供の頃、小学生ですかね、なんかね水泳のキャップかぶってねなんかちょっと可愛いけど面影ありますね。そして中学生、高校時代はねバッターとしても鳴らしましたが、ピッチャーとしてもねエースでね八代高校でね活躍したんですね。これがね高校時代の投げてる、まあ、映像はないんですけど写真ですね。そしてね熊本県大会決勝、現在ね中日でヘッドコーチをされてる伊藤さん率いるね熊本工業と対戦してね、惜しくも4対6でね八代高校はね熊本工業にね負けてしまったんですね。残念ながらね甲子園に行くことはねできなかったんですが、秋山のねその身体能力をね買われてね西武ライオンズにねドラフト外で入団したんですね。プロ入り後はねなかなかねすぐ1軍では活躍できなかったんですが、こちらはね1984年プロ入り4年目にね初ホームランをね打ったシーンですね。その後もねホームランをね打ち続けてね、こちらはですね阪急今井雄太郎投手から50号ホームランをね打ったシーンですね。そして次がね通算100号本塁打になるんですが、この時はね100号本塁打をねなんていうか351試合でね達成してね、当時はね日本人選手で、ね、1番目にね早かったんですよ。まあね時は流れてね山川穂高にね抜かれちゃったんですけどもね、そうこの150号もそうなんですよ。その当時はね528試合目での達成でね日本人ね最速だったんですがね、これまたね山川穂高に抜かれてね現在ではね2番目のね記録になってますね。またね秋山といえばねこうやってね外野のシーンもねいいですよね。そしてね1985年にはねこちらにあるように5試合連続を含むねこの年ね初のね40本本塁打をね記録するんですよね。翌年もね41本塁打を打ってね、その翌年62年もね43本打ってね3年連続ね40本本塁打をね記録するわけですよね。62年はね5試合連続勝利打点も記録すると、ま、ごめんなさい噛んだ、勝利打点っていうのもねなんかね懐かしい響きですよね。まあねホームランアーティストとしてねなんかね輝いてた感じですよね。まあね何を言えば三振がね多くね100個以上でね、85年87年88年はねパーリーグね三振トップですからね。まあねホームランとねなんていうんですか三振っていうのはねやっぱ比例する部分もねあるんじゃないですかね。そしてねついにね43号本塁打を放ってね、この年ね念願のねホームラン王にね輝いたわけですよね。そしてねこの年はね38盗塁をしててね、あと2盗塁でね40-40やったんですよね。ほんま惜しいなと思うんですよね。その後もね89年にはねトリプルスリーを達成したりとかね、90年にはね35本塁打51盗塁というね初のね30本塁打以上50盗塁というね記録も達成しね、もうね完成しつつあるね92年日本シリーズでのね活躍をね今度はね見ていきたいと思います。この時のね日本シリーズの対戦相手はヤクルトスワローズ、そしてねこの第3戦の先発がねルーキー石井和久なんですよね。別途ね石井和久のね動画もねアップしてるんでね、よろしければそちらもねご覧いただけると嬉しいですね。もうこの頃はね西武のクリーンアップはね AKD 秋山清原デストラーデってね、なんていうんですか最強クリーンアップでしたからね、そのね先兵3番をね打っていたのがこの秋山ですね。となんかね石井もねまあコントロールあんまりよろしくないけど、あのカーブでねストライク取れるっていうのはねなかなかいいですよね。秋山ねストレートカーブねどちらを待ってるんでしょうかね。カウントね 1-3 から投げた石井をおっとストレート待ってたんですかね、ファールですね。そしてフルカウントからライトへセカンドの頭上ヒットですね。秋山ねライト前ヒットで出塁で、別の角度からねスローで見てみますかね。
この角度っていうのもね、なかなかね最近中継ないんでね、いいですよね。先頭秋山出塁してね、清原が倒れてね、5番デストラーデのバッターボックス、この時初球に秋山走る古田からね盗塁をね成功させるんですね。これまたね別の角度からですね、早いな。でもね送球がねちょっとねそれたんですよね。そしてセーフですね。おっと、この角度でもねありますが、やっぱりね秋山もね盗塁王もね取ったことはありますからね、やっぱりね足はね武器ですのね。そして翌1993年のオフにね、私のね耳をね疑うようなね大トレードがね刊行されたんですよね。大英のね佐々木村田橋本に対してね、西武秋山渡辺富雄内山をねとのね3対3のね大型トレードがね成立したんですよね。当時ね私もびっくりしたんですが、まあ世間もびっくりしたこの大トレードでね映ったね大英でのね活躍をね今度はね見ていきましょう。大英移籍後ね、これはね1999年中日との日本シリーズなんですが、守備もねいいんですよ。さっきちょこっとしか見せなかったんでね、ここはね秋山のね守備をねしっかりとね見ていきたいと思いますね。ライトでね取ってねファーストに送ってね、これゲッツーになるんですよね。もう一遍ねここからね多分ねスロー出てくるんでね、スロー見ましょうかね。投げたあたり、これライトにね飛んでいくんですよ。これねフェアグラウンドなんですよね。ジャンプ1番、ナイスキャッチですよね。そしてねそこからねファーストに送ってね、これねダブルプレーになるんですよね。なかなかナイスなプレーですよね。また打ってはねこのシリーズね全試合でね1番ライトでね先発出場するわけなんですよね。これがね6回の裏ね先頭秋山の打席なんですね。ピッチャー野口をねガツーンとレフトスタンドへねホームランですね。これスローですね。この年のね野口はね19勝を挙げてねセリーグ MVP にもね選ばれたピッチャーだったんですよね。軽々とホームランいっちゃってますね。そしてねちょっとね別角度からのねホームランシーンもあるんですよね。前でさばいて大きくね振ってますよね。続く第1戦の先発はね川上憲伸。初回にねこの川上憲伸からね先頭打者本塁打をね秋山はねガツンと一発ねかますわけですよね。王さんはね喜んでるんでしょうがね、星野さんね昨日ね野口が打たれ今日は川上かよっていうようなね顔してますよね。まあまたねスローで出ていますがね、カーツーンとねもうねレフトスタンド一直線っていう感じですよね。さあこの後もねちょっとね秋山のねホームランハイライトをねまとめてみましたのでね、そちらの方をねご覧いただきたいと思います。もちろん最後は例のあのプレーで終わってますからね。本日はねライオンズホークスでね活躍した秋山浩二選手でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。そろそろ出ますよ。では。